今週の神奈川ビジネスアップトゥデイトは職業紹介ビジネスを特集。デパートやスーパーマーケットなどの店頭で商品の販売や実演を行うスタッフマネキン。横浜でマネキン紹介所として50年以上の歴史を持つ企業ジョビアの取り組みと女性の多様な働き方を探ります。横浜駅の近くに本社を構える株式会社ジョビア。1960年に横浜マネキン紹介所として創業。デパートやファッションビル、ショッピングセンターなどの接客や販売スタッフの紹介、派遣を手掛ける企業です。マネキンとはフランス語のマヌカンの英語読みに由来する言葉で、専門的な商品知識や宣伝の技能を持ち、店頭や展示会などにおいて販売の促進のための説明実演を行う人のことです。横浜高島屋の催し会場で婦人靴を売る大倉和子さん。婦人靴の販売スタッフとして33年のキャリアを持つ大倉さんに、マネキンの仕事を始めたきっかけとこの仕事を長く続けることができた理由について聞いてみました。非常によくいろいろね、世話してくださるお友達がいまして、その方がやってみない、1週間でいいのよって言われて、それで始めました。今までずっと長いことね、一つのお店でお世話慣れてましたので、ね、すごく恵まれていたっていうのはそれもあるんですよね。やっぱりジョビアがあったおかげでね、仕事をいただけましたし、やっぱりこうやって外に出られるということがね、すごく幸せなことだなと思いますね、はい。スタジオにジョビアのトップを務める吉備佳代会長を迎え、職業紹介ビジネス、そしてさまざまな働き方について伺います。吉備会長は、はい、元フィギュアスケートの日本代表の選手であったと、はい、すごいですよね。これ全日本選手権でも優勝されたことがあると、はい、1993年ですね、たった1回ではありましたけども、全日本選手権で優勝いたしまして、その後、チェコのプロハで開催されました世界選手権に送っていただいたことがございます。大変だったでしょうね、訓練をずっとされてて、小さい頃からされてたんですよね。好きでやっていただけの話でございます。でもやっぱりそういうところで培われた、こう精神性、技術っていうものと今の経営っていうのは、何かこうつながりというのは感じられますか？何事においても見せ方というのはあるかと思います。どのように、自分がこう捉えられているかということは、やはり何事においてもやはり意識をしなければならない点かと思いますが、やはり一方で全く違うというのは、やはりスポーツというのが自分だけで努力していれば、ご褒美がいただける。ところがやはり経営というのはみんなでチームプレーで、特にフィギュアの場合にはチームプレーではございません。ですのでその辺が、経営とスポーツの時代とは今違っているところかなというような認識は持っております。まずですね、これジョビアさんは、はい、この職業紹介派遣というものを、はい、もうすごく長くやってらして、はいはい、で2代目ということだと思うんですけれども、 そもそもですね、この職業紹介というものと、はい、派遣というものは一体何が違うのか、はい、ちょっと分かりやすく教えていただけますか？はい、最も大きな違いは雇用主の違いです。派遣の場合には、派遣の事業者であります、派遣会社が雇用主となります。で、紹介の場合には紹介者先の求人会社が雇用主となります。すなわち派遣の場合には当社ジョビアが雇用主となりまして、派遣社員を雇い入れ、人材ニーズのある企業に派遣をする。そして紹介に関しましては、人材ニーズのある求人者に対して、仕事を求めている求職者を紹介し、雇用を斡旋するということになります。なるほど。
それぞれ、まあ、2種類の働き方があるんですけれども、どういう方がどういう事情なりニーズなりを持ってこのような働き方をしたいんだというふうにこう選ばれているんですかね。当社の場合にはやはり一番多く手掛けておりますのは販売職でございまして、販売職といいましても短期の反復型で、例えばシーズン商品だけを手掛けるような働き方をしたいというような方もいらっしゃいますし、いわゆる就職長期的な就労を目指される方もいらっしゃいますので、当社では主にその2つの就労パターンを紹介であったり派遣であったりということは、これは労働者が決めることではなく、人材を探している企業が紹介をしていただきたい、派遣をしていただきたいといったようなオーダーが来るわけなんですね。ですのでそれぞれのニーズに対して求職者の方々が、まあ、登録スタッフもそうなんですが手を挙げていただくというような。じゃあ登録している方は自分は何が働きたいこうだというよりも、まず登録をすると、で世の中からこういう仕事がありますがどなたかいらっしゃいませんかというオーダーがあって、やりたい人が私やりたいと手を挙げるという、そういう仕組みなんですね。そのような流れが昨今は一番強いですね。横浜駅に隣接する横浜高島屋の地下2階にある生鮮食料品売り場で精肉の販売スタッフとして働く岩井京子さん。岩井さんは精肉の販売スタッフとしておよそ40年この道一筋で働いてきたといいます。ありがとうございました。岩井さんにマネキンの仕事を始めたきっかけと仕事への思いを聞いてみました。この仕事を始めた時には主人が大病しまして生活がかかってたっていうことと、この販売のお仕事が好きなんですよ。要はで、まあ、いいお客様にも恵まれて頑張ってまいりましたんで今日があると思う。まあまあ年数が経ちましたんでね、まあ、お客様に自分も年を感じさせないような疲れを見せないようないいお仕事で残されたマネキン人生全うしたいと思ってます。いや素晴らしいですね。あの方も短期反復型という形で働けるんですか。そうです。こういうふうに長くですねこのお仕事をしていただくっていうのは、どういう、 こう秘訣といいますか、工夫がおありなんですか。まあ、一にも二にも本人のご努力ではあるわけなのですが、やはり継続していく上でいろいろな、困難苦難を抱えることがあるかと思いますので、その都度その都度私どもが、まあ、第三者としての適切なアドバイスをして、まあ、感情的にはならず的確な判断がご自身ができるように導くというようなところが基本かと思います。一つ私疑問なんですけれども、こういう本当に販売のプロフェッショナルの、まあ、いわゆるこう女性年配の女性って、あえてですねその短期反復型っていう仕事のやり方を選んでるっていうのは、どうしてなんですかね。一つのところで、同じ仕事をしていくということのその魅力というのもあるかと思います。しかし例えば短期で、いろいろなところを経験することによって培われるものというものもあるのかと思います。ですのでその方の向き不向きもあるんですけども、特に短期反復型を希望される方っていうのはやはり毎回毎回のステージの違いを楽しむことができる方なのではないかなという気がいたします。きっと派遣される方も、いやもっとレベルの高い人もよこしてよとか、いろいろな、ニーズっていうのがあると思うんですけども、きっとそれに応えていくことが、まあ、会社のレベルを上げていくことであろうし、収益をしっかりと、キープしていくことにつながっていくと思うんですけども、ここら辺のこう教育という部分の、工夫といいますか実際行っていることというのをちょっとご紹介いただきたいんですけど、当社では登録スタッフによる自主運営組織、弥生会というものがございます。創業してからですね間もない頃にやはり新しい商品がどんどん登場する時代であったわけなんですが、その商品にこうついていくべく勉強会等を開催したところ、行政の方からですね、本来能力があるものが登録するところが職業紹介所であって、紹介、
要は教育を施すために許可を与えているわけではないといったような、苦言を呈されたことがございまして、まあ、それであれば自分たちの自主運営組織を、作って、例えば自己啓発であったり、あとは共済制度、そして会社と共同して、今こちらに表彰状を持参させていただいたんですが、永年金属表彰といったような制度、等を設けて、長期にわたり当社がよりどころとなるような工夫をしてきたという経緯はございます。これ立派ですね。ありがとうございます。でも確かにこう、ね、派遣とか職業紹介で働いている方たちって、ある意味も行った先では孤独でありますし、なんとなくこう自分はフリーで働いているという、ある意味こう強さもありますし、心細さもある、よりどころが必要なんですね。やっぱりそう見ててくださる方がいて、評価してくださる方がいるっていうのは非常にやりがいとなりますよね。いつまでもそういう組織であればいいなというふうに考えております。これお家に持って帰ってね、ご家族の方が、そうなんです、きっとね、すごいね、お母さん、ってなりますよね。はい、私どもといたしましては、やはり女性が長きにわたって継続して就業できるっていうことは、第一に家族の理解があってこそなんですね。でそういう意味ではこの表彰させていただくっていうのは、当社からその家族に対する感謝の意も込めたものであるわけなんです。横浜市神奈川区で青果の仲卸を行う株式会社浜都市、パートタイムでの働き方を多様にという狙いから、ジョビアの提案するパートでパートを利用する企業です。パートでパートはその名の通り、ジョビアのパートタイム社員によるパートタイムの仕事の紹介、ワークシェアリングで優秀な人材活用のニーズに応えようというものです。これを利用する石黒さんも、子育てをしながらパートタイムで働く一人です。9時から3時までの勤務なんですけれども、子どもが小さいので早く帰って、まあ、お帰りって言ってあげられる時間も作れるのでいいと思います。子どもを出産してからずっと専業主婦だったので、いざ働くってなった時に、やはりいきなりフルタイムですと自分にも自信がなかったんですけど、こういう時短っていう短い時間で少しずつ自分でキャリアを積んでいけるっていう、こう自信にもなりますので、そういう時短のパートがあるっていうのはいいと思います。石黒さんをパートタイムで雇う側の浜都市は、ジョビアの提案するパートでパートについてどのように感じているのか話を聞いてみました。彼女もね、まあ、お子さんがいらっしゃってという部分があって、うちでフォローできない部分をフォローしてもらうという形なんで、通常のついた仕事の中にははめてないんですね。ある程度一定の仕事量は与えるんだけど、その必要以上のものはやらせないという形で今やってます。いい働きをしてくれますし、それと彼女もまあそういう経験もあるんで、結構優秀なんで結構助かってます。パートでパート、はい、このネーミングもすごくユニークなんですけれども、はい、これなんで始められたんですか？もともとは販売職を手掛けることからスタートした会社でございまして、ところが昨今は販売職で、就労できうる環境というのが、営業時間が非常に長くなってまいりました、早くても8時、遅いところであれば9時10時といったような商業施設も出てきている中で、例えば子育て中の人たちが販売職を希望しても、土日も出なければならない、そして夜も遅くまで働かなければならないといったような、この販売職にはなかなかつけないわけなんですね。もうちょっとこう働ける時間にパッと行ってっていう働き方ができないと働けませんよね、はい、そうですね。ですので、せっかく の希望者がいましても、なかなかそれがミスマッチングということもありまして、それであれば当社として、いわゆる販売職の人材を求めている企業さんに対して、ワークシェアリングを推奨いたしまして、子育て中の人たちでも販売の現場に立てるようにといったようなことから、パートでパートをスタートしたということがまず1点目ですね、はい、それから私自身が社長に就任した時、まだ小さい子どもを抱えておりました。でその中で、どうしても子どもにお帰りって言ってあげることが
私自身が体調を崩している時ぐらいしか言ってあげられなかったんですね。でお母さんたちにはやはりお帰りっていう言葉を子どもたちにかけてあげられる、就業スタイルっていうものをどんどん増やしていきたいというようなこともありまして、始めたっていうことがございます。やっぱりそのパートというね働き方の理解というものが、はい、まだまだ進んでないっていう部分があったと思うんですけれども、はい、これ始められて効果はどうですか？まだまだ特に東京と比較いたしまして、はい、神奈川ではパートでできうるその職種、業務というのに限界があるかと思います。でこれやはり中小企業が圧倒的に多いというようなことが原因なんではないかなというふうに思いますし、なかなかその人事スキームというものに変化がされてこない、理解はしているんだけどそこに手をつけきれないといったような背景もあるんではないかなというふうに考えております。実際でも吉備会長から見ると、はい、十分パートさんでやれる仕事っていうのは、はい、いっぱいあるわけですよね。いっぱいあると思いますし、本当に有能な女性が、扶養の範囲の中で働きたい、子どもたちにの心に負担のない働き方をしたいというようなお母さんたちが非常にまだまだ多くいらっしゃるのは現実だと思います、はい。CM の後は未来を見据えた新たな展開。東京都渋谷区にあるパルコ。渋谷パルコの2階にある海外アーティストのショップ。この店の運営を担当しているのがジョビアです。職業紹介、人材派遣を行っていたジョビアが新たな事業展開として選んだのが業務の請け負い。これまでの職業紹介や派遣の業務とは違い、スタッフを募集して接客から販売など店舗全体の運営を一括して請け負っています。もともと私どもは人材紹介業、人材派遣業ということで人を求められるというようなところからノウハウを蓄積をしてきているのですが、マネジメントそのものもやはりなかなかこう困難を抱えていらっしゃるというような企業様多いので、まあ、事業そのものを私どもでやりこなせるノウハウを徐々に蓄積したいというような思いからスタートさせていただいたということがまず一つ。それからあとはやはり外国人のお客様の熱で、それからあとは若い方々の熱というのは横浜にないわけではないですが、より多様化している消費者の熱はここではやはり感じることができるなというふうに思います。でここで経験したことをいずれ横浜でも何か私どもがソフトの面でもハードの面でも展開していかれれば幸いかなというふうに思っております。なるほど。これはこれまでやられてきた、はい、その職業紹介と派遣とはまた違う、はい、まあ、売り場ごと引き受けるという、はいはい、請負いという形なんですけども、はい、これはなぜやろうとされたんですか？はい、長きにわたりまして人材を紹介する、人材を派遣するということにはある一定のノウハウは蓄積してきたかと思うのですが、特に販売職につきましては人材を供給するばかりではなく、やはりその、売り場をこう運営をするというようなノウハウを当社としてやはりその経験値を高めていきたいといったような思いがまず一つございました。そしてもう一つ、今回のこの現場というのは渋谷のど真ん中でございますけれども、やはり今後のその国際化ということに向けまして、2020年の東京オリンピックに向けまして、横浜でも今後ですね、外国人観光客もより多く招き入れる、はい、ハードもソフトも整備がなされていくかと思うんですが、やはりそれらに私どもがこうついていかれるべく、その学習の場として東京においてさまざまな経験をしたいといったような思いもありまして、やらせていただいた次第です。面白いのはその東京の熱、そうですね、っていうところのその東京のこの活気であるとか、外国人インバウンド、はい、まあ、東京オリンピックまでに4000万人と、はい、言ってるわけで、はい、今の倍ですよ。倍の方たちがこう日本に訪れてくる、ね、特にみんな東京に集中するっていう部分はあると思うんですけれども、はい、でもまあもちろん横浜にもお客さんが来る、そこの対応っていうのがまだまだ今のところはこう、そうですね、まだまだ横浜では外国人のお客様と接する機会というのが少ないんだなということを改めて東京に行ってみまして感じることでございますね。いや、
今日はですねジョビアの授業からですね、はい、様々な働き方っていうのが見えてきたんですけれども、はい、今後女性の働き方っていうのは、はい、どんなふうに変化していくのか、はい、またその会長が思い浮かべるジョビアの未来の姿っていうのは、はい、どのようになっていくのか、はい、教えていただけますか。やはり私自身例えば、女性が多く仕事に出ていくということになりますと町も空洞化していく、それから昨今の公教育における課題等々を踏まえたときにですね、本当に女性がフルタイムで勤務をするということばかりが奨励されるということに関してはいかがなものかというふうに思います。で私自身としてはやはり今後もですね、様々なその女性のライフスタイルに合った働き方というメニューを整備しながら様々なニーズに応えていきたいなというふうには考えております。CM の後は内田裕子の本日のアップトゥーデート。今日は一つの提言をいただいたと思います。まあ、日本は、人口減少高齢化ということで1億総活躍、特に女性活躍ということになっているわけですけれども、でも一方で女性には子育てもしてねと、で高齢者の介護もお願いねと、でもっとバリバリと働いてねという、そういうプレッシャーもあるわけです。これはですね3つパーフェクトというのははっきり言って無理なわけですね。まあ、そういう中で女性の働き方としてパートという、もう働ける時間だけ働くというのは非常に現実的ですし合理的だと思います。にもかかわらず実は制度が整っていないということなんですね。でこれはですねやはりこうパートという働き方を行政企業がこう深く理解をしていくことで女性活躍というのがより一層リアリティを持ってくるのだと今日は思いました。